おや、旅人にパイモン。二人とも、こんにちは。久しぶりだね。さっき何話してたんだ？大事な話か？僕たちは普段からここで、最近の研究課題について話し合いをするんだ。一歩遅かったみたいだ。アルベドを呼び止められたらよかったんだけど。でも、さっきの表情、普段よりも冷たかったよな。何か嫌なことでもあったのか？もしそうだったら、オイラの手伝いをしてくれないかもしれない。それってアルベド先生のことを言ってるの？おう、そうだぞ。さっき見かけたけど、いつもと表情が違ってたんだ。嫌なこと。もしかして。どうして僕の方を見るんだ？もしかして、ティマイオスが最近考えた研究課題があまりにもつまらなすぎて、アルベド先生を怒らせちゃったのかな？いや、そこまでつまらなくはないだろう。そんな！オイラ、ティマイオスに手伝ってもらおうと思ってたのに。手伝い？もちろんいいよ。何か僕にできることはある？実はこの前、山ですっごく甘い夕暮れの実をいくつか拾ったんだ。でも、そんなに甘い果物、全部食べるのがもったいなくて。だから、果物を入れたらジュースになる装置をお前に作ってほしいんだ。そうしたら、ずっと保存できるだろう。それは、おそらく…できないのか？パイモンはさっきからとんでもないことを言ってるね。スクロースはできるか？ごめんなさい。あなたが欲しがってるもの、私の得意分野じゃないみたい。もし無理に試したら、あなたの大事な果物に手と足を生やしちゃうかも。うわぁ、淡々とすごく怖いことを言ってる。幸い僕はもう慣れてるけど。だって私の研究分野は生物錬金だから。それに、ずっと新鮮さを保つことは現実的じゃないよ。もし果物やその種を改良したいのなら、私も少しは手伝えるかもしれないけど。一般的に錬金術師には自分の研究課題があるの。例えば私とティマイオス、それにアルベド先生は、研究の方向性がそれぞれ異なるんだ。あなたの欲しがってるものは、想像力に満ち溢れてるけど、同時に私とティマイオスの能力も超えたものなの。多分アルベド先生ですら、そのような不思議装置は作れないかも。だって、錬金術は機械技術とは大きく違うものだから。そっか。オイラてっきり、錬金術って万能なのかと思ったぞ。実はアルベド先生が現れるまでは、モンド上では誰もが錬金術を役に立たない学問だと思ってたの。たとえ今であっても、錬金術は世界の謎の一つに過ぎない。決して物質を永続的に存在させるような万能法術じゃなくて。あ、ごめんなさい。わざとあなたを責めてるわけじゃないの。オイラはただジュースが欲しいだけなんだ。何がいけないんだよ。あ、でも、さっき話したのは、私とティマイオスの主観的なものであって、もし本当にその不思議装置が欲しいなら、アルベド先生にも聞いてみて。もし先生にも方法が思いつかないなら、その時は本当に無理なんじゃないかな。でも、今日は機嫌悪そうだったし、オイラたちに構ってくれないんじゃないか？それはないよ。アルベド先生はそんな人じゃない。そうだ！アルベドは今どこに行ってるんだ？また雪山に行ったのか？特に説明がない限り、いつも雪山に行ってるよ。アルベド先生は雪山に思い入れがあるみたい。あんな寒さに耐えられるなんて本当にすごいよね。じゃあ、オイラたちも雪山に行って、アルベドを探そうぜ！出発だ！
そんな、アルベド先生は僕の作ったこの小さな氷床を作り出せる錬金装置がお気に召さなかったのか。僕はてっきり悪くない設計だと思って。それティマイオス、それは完全に役に立たないわけじゃないけど、もう少し考える必要があるかも。そうか。じゃあもっと考えてみるよ。ところでこれって何に使えるんだっけ。僕にもよく分かってなくて。あっちでなんかにぎわってるぞ。見に行ってみよう。あ、旅人にパイモン、雪山であんたたちに会えるなんて思わなかったよ。アンバーだったのか。それにサイリュス会長とパラドも。みんなで雪山に来てどうしたんだ。寒くないのか。お、旅人も加入するのか。そいつはいいな。人数が多ければ多いほどいい。そうだね、これで安心だ。旅人ならきっと頼れる仲間になる。あ、よく見たらみんな冒険者協会の人だ。一人偵察騎士も混じってるけど。俺から説明しよう。近頃我々冒険者協会は雪山で冬季特訓を開催しているんだ。君たちも知っての通り、メンバーの冒険経験は皆それぞれ違う。もし強くなるために一人で雪山に入ってしまってはとても危険だ。そのため先輩たちに後輩を率いてもらうことにした。つまりプロにルーキーの面倒を見てもらうんだ。みんなで一緒に雪山に入り、守られた環境で訓練をする。そうすれば冒険者たちも共に進歩できるだろう。これは俺が半年もかけて練った壮大な計画なんだ。すごいだろう。君も優秀な冒険者としてもちろん我々に加入し力を貸してくれるな。もしかして冒険者協会にいる先輩の人手が足りないのか。それだけじゃないんだ。私が偵察で雪山の教会を通りかかった時、ジョエルっていう子供が道に迷ってるのを見かけたの。その子はずっとこの拠点に住んでるって聞いたからここまで送ったんだ。ジョエルのお父さんは失踪した。そうでしょ。ジョエルの家族を思う気持ちは私もすごく理解できるの。雪山は人が少ないし、きっと孤独に感じてると思う。アンバー。うん、だからせめてジョエルの心を癒すためにもあの子の好きなことをしてあげたいと思って、一緒に雪だるまを作ることにしたの。そのついでにここにも少し立ち寄ってサイリウスさんを手伝ってるんだ。う、本当？ありがとう。じゃあ今からジョエルのところに行こう。実はもう一人友達を呼んでるんだ。そろそろ時間だし、彼女も今回のイベントにぴったりな人物だと思うの。サイリウスさん、私たちは先に行ってるね。ああ、問題ない。こっちはまだ確認作業が必要だ。出発する時になったら君たちに声をかける。ジョエル、来たよ。こんにちは。こんなに多くの人が集まるなんて嬉しいな。騎士のお姉さんも雪だるまを作りに来たの？雪だるま？あ、ごめん、まだ紹介してなかったね。この人は波花騎士のエウルア、セピロス騎士団遊撃小隊の隊長で。アンバー、その紹介はフォーマルすぎるんじゃない？それじゃ覚えられないわ。ロク、私のことはエウルアでいいわよ。うん、エウルアお姉ちゃん。僕のことは
ジョエルって呼んでね。エウルア、お姉ちゃん。やばい、エウルアが子供にも恨みを。まあいいわ、そう呼びたいのなら勝手にしなさい。いいのかよ。ところでアンバー、雪だるまってどういうこと？私は君が冒険者協会の人手が足りないって言っていたから手伝いに来たんだけど。それはまた別のことだよ。ほら、ジョエルの年頃だと目いっぱい遊びたいはずでしょ。でも雪山にはおもちゃも何もないからさ。昔はジョエルのお父さんが雪だるまを一緒に作ってあげたみたいなんだけど、今はお父さんがそばにいないの。だから私たちが一緒にいてあげようよ。それにエウルアだって一人で雪山の冷水風呂に浸かったりしてるし暇でしょ。みんなで一緒に大きな雪だるまを作るなんてきっとすごく面白いよ。そうだぞ、オイラも頑張るぜ。エウルアお姉ちゃんは他にやることがあるの？大丈夫だよ、もし他に。いえ、そうじゃないわ。私はただ他の考え事をしていたの。雪だるま作りももちろん問題ないわよ。じゃあ早速手分けして素材を探そう。私はジョエルとペアになるから、エウルアはあんたに任せるね。ジョエル、あっちにとっても大きな木があるのは知ってる？あれをゴールにしてどっちが先にたどり着けるか競争しようよ。あ、はい、いいよ。どう？二人ともすごい速さで走ってたぞ。あれじゃあどっちが遊びを楽しんでるんだかわからないな。あ、お前たちなんでお互いを見ながら黙り込んでるんだ？ジョエル、多分モンド城で生活をしたことがないんだと思うわ。あの子は私のことを知らなかった。ローレンス家がモンド人にとって何を意味するかさえも理解していなかったみたいね。そうだな、親しみを込めてお前のことをエウルアお姉ちゃんって呼んでたし。確かにそうね。あの子の目には私はごく普通のモンド人として映っている。少し意外だったわ。でもこの感覚は嫌いじゃない。鋭いじゃない。みんなが会話していた時、まさかずっと私の表情を見ていたの？この恨み覚えておくわ。実は自分が雪だるまをうまく作れるか少し心配なの。私は今まで一度たりとも雪だるまを作ったことがない。家の教えが厳しかったから小さい頃はそんな機会もなかったのよ。大きくなった今では余計にその機会も減ったしね。どうしよう、オイラエウルアがすごくかわいそうに思えてきたぞ。本当に自信があるよね。いいわ、それじゃあ雑談もここまでにしておきましょう。向こうから冒険者協会のメンバーが来たわよ。二人とも少し厄介な状況になった。確認したところ参加人数が奇数であることが分かった。そして今最後の参加枠は共感枠の一つしか残ってない。それと人手不足の件なんだが、実はもともとフィッシルを共感として招こうとしてたんだ。しかしあいにく彼女は城内にいなくてな。他の冒険者に代わりに来てもらうしかなかったんだが、その冒険者もまだ来ていない。君たちがいてくれて本当に助かったよ。はあ。こんにちは、ジェラードと申します。新人冒険者です。それじゃ、いいわ、この恨みは覚えておくけど。え、恨み？わかりました、勉強させていただきます。よし、ではそうしよう。手伝ってくれて本当に感謝する、エウルアさん。もし後からさらにメンバーが増えるようだったら、その時は君にお願いする。どうして参加枠をエウルアにあげたんだ？そういうことだったのか。お前っていいやつだな。
エウルアもさっき笑ってたし、きっとお前の考えが伝わったんだな。よく考えると普通の人が雪山みたいな寒い環境で行動するのは難しいことだろう。でもその点エウルアはこの環境に一番適した教官だと思うぜ。あっ、オイラ分かったぞ。アンバーもきっと同じように考えてたんだ。だからエウルアをこのイベントに呼んだのか。素材を探すと言ってもエウルアは行っちゃったし、オイラはあんまり探し回りたくないぞ。あ、アンバーがどうなったかも気になるし、山を登って確かめてみよう。わー、雪だ。おかしいな、あいつらここを目指して走ってたよな。誰もいないぞ。もしかしてオイラたちが来るのが遅かったからもう他のところに行っちゃったのか。あいつら危険な目に遭ってないよな。早く追いかけよう。私の追跡技術ってこれまでの旅で相当鍛え上げられてきたはずだろう。なのに見失うなんて。もしかして向こうはオイラたちの想像よりも手強いやつなのか。それって一体どんなやつなんだ。その声は、あ、声、どうして雪山に。だったとはどういう意味だい。さっきここまで来るときにずっと視線を感じてて音が聞こえてたんだ。まるで周りに誰かいるような。でもまさかお前がここにいたなんてな。あの雰囲気、おいら背筋がゾワゾワしたぞ。まったく、あんな不気味なこともうするなよな。雪山で感じる視線塔とは動物や盗賊によるものの可能性がある。ここでは警戒を怠ってはならない。さもなければ予想だにしない損失に遭うこともあるからね。二人は雪山に何か用があったのかい。実は最初はお前のことを探してたんだけど、その後アンバーを探すことになって結局お前と先に会って。思考と言語能力が混乱しているようだ。な、お前、つまりお前を探しに来たってことだ。おや、そうなのかい。ならきっと重要なことだろう。きちんと話を聞こう。なんか機嫌悪くなさそうだな。もしかしてティマイオスがバカだったことを怒ってないのか。知らなかったふりをしておこう。言えないようなことでも別に構わない。雪山に散策しに来て風景を見たかったということにしておけばいい。にひひ、それじゃあ本題に入るか。実はオイラたち冒険者としての責務を全うしてる最中なんだ。なるほど。つまり君たちはその新人をエウルアに預け自分たちはサボりに来たと。
サボりじゃなくて譲ったって言えよ。それよりもお前は雪山に何しに来たんだ。先日ある友人から依頼された絵がまだできていなくてね、インスピレーションを探すためにここに来たんだ。ついでに原材料を集めることもできる。何の原材料だ。絵の具だよ。青銀鉱からは高級な銀色の絵の具が作れる。僕の自作した絵の具が使い終わってしまったから、ここへその鉱石を取りに来たのさ。鉱石も絵の具にできるのか。ああ、でも採掘するときに注意が必要だ。不純物が多く含まれている青銀鉱は一見すると銀色の微粒子が含まれているように見えるが、光沢が悪く完成した絵の具の炎色性も低い。こういった絵の具は一般的に偽物や粗悪品に分類される。そうなのか。絵の具以外にも何かインスピレーションを探す方法を教えてくれよ。オイラも学んでみたいぜ。君も絵を。いや、オイラじゃなくてこいつに学んでもらうんだ。オイラたちあっちこっちを旅してるから時々何もすることがない暇な夜があるんだ。そんな時何か思い出に残るようなことができたらなって思って。絵を描くのっていいことだよな。一瞬の時をとどめることができる。絵を学ぶのって絶対にいいことだとオイラは思うぞ。そうだぞ、いいじゃないか。オイラの絵を描けるようになるんだぞ。考え方は悪くない。二人とも絵について学びたいのなら僕と一緒に拠点に来てくれ。そこには画材もあって説明しながら練習ができる。いいぞ。アンバーはセピロス騎士だしきっと大丈夫だって。オイラたちがわざわざ心配しなくてもいいだろう。まずはアルベドの方に行こうぜ。行こうぜ。外は寒いし早く拠点に行って焚き火に当たろう。うわ、泥棒、きっと泥棒だ。ここにあったものが少し減っている。価値のあるものか。価値を測るのは難しいが、なくなったのは僕の錬金術ノートだ。錬金術ノートって高値で売れるのか。素人にとってはただの紙くずに過ぎないだろう。だがその道に通ずる者からすれば、そこに記録されている知識は宝にも勝る貴重なものだ。つまり錬金術の分かるやつが盗んだのか。でもここは雪山だぞ。冒険者と盗賊と魔物しかいない。誰が錬金術ノートを必要とするんだ。僕も同感だよ。しかし雪山では実際にヒルチャールが侵入してここを荒らすといった問題が発生したことがある。今ある手がかりだけで結論を下すのは難しいだろう。これは足跡。まだ新しい足跡だ。どうやら犯人はそう遠くへは行っていないらしい。追いかけようぜ。泥棒を逃がすな。足跡は入り口からあっちへ向かったようだ。うー、泥棒め。方に続いている。崖を登ったのか。じゃあオイラたちも行こう。
つけないと見失っちゃうぞ。だからこそ急がなくては。あれ、足跡がここで途絶えてる。どうやら崖を飛び降りたらしい。風の翼の用意を。僕たちも飛び降りよう。足跡はここだ。洞窟の中に入ったのか。この泥棒め、ずいぶんと走れるやつみたいだな。逃がさないぞ。オイラたちも行こう。待て、僕に案がある。旅人、君は洞窟の入り口に残って見張っていてくれ。入るのは僕だけでいい。この洞窟には入り口が2つある。それに内部には近道も存在する。足跡からしてまだ入ったばかりだ。僕ならそのものよりも先にもう一つの入り口までたどり着けるだろう。挟み撃ちだな。いい方法だぜ。先に犯人に遭遇した方がもう一方に知らせる。そうすれば万に一つも失敗はないだろう。だが僕たちは犯人の正体を知らない。何があっても安全を第一に、自分たちの身を守るようにしよう。オイラたちなら問題ないさ。ではまた後で。ああ。アルベド、遅いな。そうか？でもオイラ、待つのが苦手なんだ。暇だな。この時間を使って何かやれることはないか？例えば。あ、さっきあそこに聖銀鉱があるのを見たから、アルベドのために鉱石を採掘しておこうぜ。どうせすぐそこだし、あんま離れてないから、洞窟で何かあってもすぐに戻ってこれるだろ。それじゃあ早速始めようぜ。さっよ。この聖銀鉱はなんだか暗いな。不純物が多い。これは悪くないな。よし、これで足りるだろう。だけど同じ聖銀鉱でも光沢に大きな違いがあるんだな。あれ、アルベド帰ってきてたのか。ああ、すまない、追いつけなかった。相手の速度が想像よりも速かったようだ。そっか、結局相手が誰なのかも分からずじまいか。こんな遠くまで無駄に走っちゃったな。でも収穫が何もなかったってわけじゃないぜ。さっき鉱石を採掘してたんだ。鉱石の採掘？聖銀鉱だ。ほら、たくさん取れたんだぜ。お前の言ってた通り、光沢の高いものもあれば、ちょっとだけしか光ってない石ころみたいなのもあったぞ。聖銀鉱。僕がさりげなく言っただけなのに、まさか本当に掘りに行くとはね。お前がこの鉱石を絵の具にできるって言ったから気になって探しに行ったんじゃないか。そういえば、あの泥棒がいなかったら、オイラたち今頃絵の具を作ってたんだろうな。それか絵を描いてるか。とにかくそいつのせいでみんなの時間が無駄になったぞ。そうだね、全てそのもののせいだ。ノートはとても重要なものだ。僕はまだ諦めたくない。歩きながら探してみよう。そうだ、さっき採掘した鉱石は全部持って帰るのか。ここで選別していらないものを捨てようぜ。ほら、質の悪い石だと微妙な絵の具しか作れないから、持って帰っても意味ないだろ。それに光沢が悪いことはオイラにもわかる。
全く役に立たないと思うぞ。ふん、確かにその必要はある。人間は現実的な生き物だ。良いもののみを好む。彼らは良いものと悪いものの区別がつくようになった途端、常に心の中で比較を始める。いらないものは初めから残すべきではない。そうだろ。時間も節約できるし、効率第一だ。それじゃ、まずは石を。助けて、助けてくれ。待った、今何か聞こえなかったか。なんか助けを求める声が。冒険者がピンチなのかも。おう、行こう。やっほー、行こう。か、俺だよ、ベネットだ。うわ、本当にベネットだ。早く助けよう。すまない、また面倒をかけて。檻の鍵は近くにあるはずだ。悪いが探してきてくれ。うわ、いろんなものがごちゃごちゃしてるぞ。気をつけろ、誰か来る。さっきは時間の無駄だったな。やっと出られたぜ。本当にありがとう。木々の間から石の入った雪の塊が落ちてきてな、それが当たって頭がクラクラしてたんだ。それさえなければあんなファデュイの罠にかかることもなかったのに。少し聞いただけでいろいろあったってことがわかるぜ。なんてことない、俺の運が悪いだけだ。おう、ついでに片付けただけだからそんなに感謝しなくてもいいぜ。そうなのか。お前らって本当にいいやつだな。まあファデューのやつらも命令されてやってるだけだと思うけど、いずれにせよ俺の鬱憤を晴らしてくれてありがとな。ところでお前は雪山に何しに来たんだ。レザーは一緒じゃないのか。聞いてないのか。冒険者協会は今ここでウィンターキャンプを開いてるんだ。俺はベテラン冒険者として新人の面倒を見に来たのさ。レザーは冒険者じゃないし、俺もベニー冒険団の団長兼唯一のメンバーだから一人で来るしかなくてな。でもこんな長い間足止めされてたから、もう約束の時間は過ぎてる。サイルスさんが怒ってないといいんだが。え、まさかあのジェラードっていう冒険者はもともとお前のペアだったのか。もしそうだったら確かに一足遅かったな。あの新人ならもう他の教官と組んだぞ。なんだって。教官は人手不足なんじゃないのか。どうして他に教官が。セピロス騎士団の騎士がサポートしてくれることになって、教官の人数も生徒より多くなったんだ。セピロス騎士だったのか。だったら運の悪い俺よりよっぽど頼りになるな。そうだぞ。それにオイラたちが言ったのは今の状況だ。もしかしたら他の地域から新人冒険者がこのイベントに参加するかもしれないだろ。それにお前もこんな大変な思いをして教官を務めに来たんだ。サイリス会長もお前を追い返すことはしないと思うぜ。本当か。本当だ。あれ、ちょっと待てよ。アルベドはどこだ。アルベド、セピロス騎士団の錬金術師アルベドか。彼も教官を務めに来たのか。いや、アルベドはたまたま雪山にいただけだ。さっきまで一緒にいたんだけど、
いつの間にかいなくなっちゃったな。もしかして戻って手がかりを探しに行ったのか。洞窟の方に戻ってアルベドと合流しよう。ここに戻るまでもアルベドはいなかったな。おかしいな、どこに行ったんだ。なんだか雪山が賑やかだ。こんなに人が多いことなんてめったにない。オイラたち、さっきここを通った時にベネットの助けを呼ぶ声が聞こえたんだよな。その声を聞いてすぐに助けに行って、そしたらアルベドがいなくなってた。あ、まさかアルベドはベネットを見殺しにしようとしたのか。え、何を話しているんだい。アルベド、どこ行ってたんだよ。探したぞ。それは僕のセリフだよ。君たちには入り口で待つよう言ったはずだが。え、待つとか探すとか、もう俺こんがらがってきたぜ。あ、そうだ、まずは挨拶しないと。悪いな、アルベド。何のことかさっぱりだが、どうやら俺はお前たちに迷惑をかけしまったらしい。いや、それは違うよ。ベネット、君の問題じゃない。気にする必要はない。旅人、確認したいんだが、どうしてさっき入り口を離れたんだい。まさか。見つけたわよ。動かないで私の質問に答えなさい。僕？あれ、エウルは？新人の面倒を見てたんじゃないのか？悪巧みをする者の邪魔がなければ、確かにそれを続けていたわ。アルベド、さっき君がジョエルを連れて、雪山の無人地帯へ向かうのを見たわ。あそこには魔物が多くいる。一体何をするつもり？おい、何が起きてるんだ。じゃなくて、もうどれくらいのことが起きてるんだ。君がジョエルを連れ去ることを私が阻止しようとした時、君はジョエルを放り出して私に攻撃した。私が反撃すると君は素早くその場を逃げた。自分の行動について弁明する気はあるかしら。なるほど、実に面白い。面白いですって。エウルア、君は僕のなりすましに遭遇したのかもしれない。なりすまし？目的は何？今はまだ判断できない。だけど奇妙な現象には必ずつながりがある。錬金術ノートが盗まれた。しかも旅人とパイモンが君が洞窟に入るまで一緒にいたことを証言できると？おう、オイラたちが証言するぞ。現段階において僕がそのジョエルという少年に危害を加える理由はない。君が目撃した人物は僕のノートを盗み僕になりすましているものである可能性が高い。もちろん君が僕の言ったことを信じないのも至って正常なことだ。旅人とパイモンとは犯人を追いかけていた時にしばらく離れ離れになっていた。その期間の潔白を証明することはできない。しかし拠点が荒らされノートが盗まれたこの2つの出来事については旅人とパイモンが証明してくれるはずだ。アルベド、誰かお前のことを仇だと思ってる奴はいないのか。そいつが復讐のためにやったとか。僕のことを仇だと思うような人はいない。誰かの恨みを買うようなこともしたことはない。現時点での手がかりでは結論を導き出すには不十分だ。深刻な事態にある今、君たちに言われずとも僕は調査を始める気だ。エウルは、君が僕を信じられないのならそのまま僕のことを疑ってくれて構わない。だが少なくとも同じセピロス騎士であり同僚である僕との縁を忘れないでくれると助かる。それから旅人、パイモン、ベネット、君たちが良ければ
証人として僕のこれからの行動を観察してくれると助かる。もし向こうの標的が僕なら、遅かれ早かれ僕のところに来るはずだ。その時が来れば状況も進展するだろう。はあ、とりあえずその言い分は認めるわ。ありえないようなことだけど、ジョエルを襲ったのが君のなりすましだということを信じる。私がジョエルをしっかり守るわ。もし調査の手伝いが必要なら、私とアンバーに連絡してちょうだい。ありがとう。どういたしまして。アンバーの方にも私から。エウルアー、エウルアー、どこに行ってたの？アンバー、ここよ。エウルアー、旅人とパイモン、それにアルベドとベネットも。よかった、みんな一緒だったんだね。エウルアーを探してたんだけど、まさかベネットもここにいるなんて。サイリュスさんが言ってたよ、ずっと来ないからきっと何かトラブルに遭ってるんじゃないかって。確かにトラブルに巻き込まれてた。ありがとな。うん、じゃあ後で私とサイリュスさんのところに行こう。ところでこんな大勢でどうしたの？何かあった？手伝いはいる？探索の途中で発生した小さなトラブルよ。もう全て解決したわ。そうなんだよ。俺の運が悪いせいでちょっとな。でも今はもう平気だ。そうなんだ、解決したならよかった。一緒に山を降りよう。ベネットをサイリスさんのところに連れて行かなきゃ。ああ、いつでも出発できるぜ。え、行きましょう。三人とも行っちゃったな。旅人、場所を変えて話そう。君に伝えたいことがある。それじゃあ僕の拠点まで来てくれ。おい、拠点へ戻れば安心して話ができる。だがその前に。うわ、めちゃくちゃだな。助かる、感謝するよ。最近は研究に没頭してしまい、埃も溜まっていた。そろそろ片付ける必要がある。よし、これくらいでどうだ？綺麗に整頓できたぞ。ありがとう、旅人。片付けも終わったし、そろそろ本題に戻ろう。真剣な表情になったな。さっきの件の説明でもするのか？僕は言ったはずだ。もし君に知りたいことがあれば僕に聞けば全て答えると。だけど僕は君を騙すことはしないとも言った。だからこそ今までずっとそういう状況を避けてきた。僕はホムンクルス、つまり人造人間だ。僕を想像したのは僕の母であり師匠でもあるカーン・ルイアの学者、黄金レイン・ドット。人造人間？どうやったら人が想像できるんだよ。思考なる錬金術と無常なる知識の融合、その究極こそ人の想像だ。でもカーン・ルイアってまさか。僕は確かに見た目よりも少し年長だが、僕が生まれた時カーン・ルイアはすでに滅びていた。そこに関する記憶はない。師匠は僕を育てると同時に僕に知識を授けた。僕は彼女と同じく純粋な錬金術師であり、学術と知識のために生きている。国や身分が僕たちの全てではない。旅人、君はこれまで幾度も雪山を訪れたが、ここについてどう思う？ここが寒くて陰湿で悲しい場所だと思うかい？
レインドットが創造した二大奇跡、一つが僕で、もう一つがここで死した魔竜ドゥリン。ドゥリン？それじゃあお前たち兄弟だったってことか？同じくレインドットの子として、ドゥリンと僕は確かに切っても切れない関係にある。もしこの人間の道徳を逸脱した現象を誕生と呼ぶ資格があるのなら、僕たちは確かに親族と言えよう。ドゥリンと言ったら確か特殊な力を持ってたはずだ。ああ、だからこそ雪山で事件が起きるとそれについて深く考えてしまう。例えば君たちの感じた視線と耳にした音、そしてエウルアが遭遇したあの僕。あれだよな、オイラがさっき言わなかったのは、こいつがオイラに何も言うなっていう視線を送ってきたからなんだ。エウルアたちもいたし、お前への疑いがより強くならないようにするために。オイラたちが遭遇した状況だと、お前は洞窟に入ってからすぐに出てきて犯人を捕まえられなかったって言ってきたんだ。その時にオイラたちはベネットの叫び声を聞いて助けに行ったんだけど、お前は来なかった。洞窟の入り口に戻った時、逆にお前がオイラたちを探してたんだ。どうやらそれが僕のなりすましのようだ。もしなりすましだったら、うり二つだったぞ。全く偽物だってわからなかった。それにオイラたちと別れた後、なんでジョエルを襲ったんだ？もしかするとドゥリンの力は人を狂わせるのかもしれない。ざっくりとした推測だけどね。僕のなりすましをしているもの、もしくは僕の偽物、これは呪いのような話だ。君たちに背負わせるわけにはいかない。だから旅人、何も用事がないのならモンド城へ戻るといい。僕はこれから忙しくなる。君たちをもてなすことはできないだろう。そうだぞ、オイラたちも雪山のベテランだ。万が一何かあってもお前を一人山に残すわけにはいかないだろ。そんなのはダメだ。それにお前もさっきの話を他のモンド人に話せないだろ。スクロースとティマイオスもお前の秘密をまだ知らないし。そうだぞ、こんな時くらいよそよそしくするなって。わかった、では頼む。確か君たちはウィンターキャンプに参加していたね。それを理由に雪山で活動できる、確かに悪くはない。それじゃあ君たちは通常通り冒険者協会の主催するイベントに参加し、ついでに僕のために手がかりを聞いてきてくれ。もし誰かが僕を見た、もしくは僕に似たものを目撃していたら、オイラたちが情報を記録してお前に伝える。そうだな。ああ、これで決まりだ。よし、じゃあ手分けして情報を集めて、何日か後にまたこの拠点で会おうぜ。問題ない。そうだ、どんなことに遭遇しても身の安全に注意するように、自身の安否を最優先にしてくれ。旅人ファイモン、君たち二人の表情からして収穫はなかったようだね。雪山のいろんな場所を調べたり気にかけてみたりしたんだけど、お前に似たやつはいなかったぞ。それにお前を見たっていう話も聞かなかったな。ふん、驚くことじゃない。僕の方もあまり進展がなかった。向こうは僕たちの調査に気づき、大きな行動を取らないようにしている。しかし全く収穫がなかったわけじゃない。
山の上の方で足跡を見つけた。一部は雪に覆われていたが、僕と似たような体型の人物が残したものだ。足跡の数は少ない。これから雪山で活動している冒険者を一人ずつ除外していかなくては。冒険者と話をするならオイラたちが手伝うぞ。早速今から。うわぁ、何の音だ。あっちの方からだ。まさかあの偽物が現れたのか。お、行こう。おい、さっきの石動かなかったか。なんか揺れたような。はあ、災難だったわ。またお前らかよ。確かにそうだね。私たちここを何日もぐるぐるしてるんだ。しかもさっきパラドに会ったんだ。あのうっかりパラド知ってるだろ。あいつ自分の運が悪いって言ってたから冒険者のサバイバル術を教えてやったんだけど。イベント参加のためにすぐに去って行ったわ。お前たちもしかしてあれからずっとふもとの拠点にたどり着けてないのか。見ての通り。土砂崩れや落雪、斜面からの転落とか、たかだかそれくらいのことさ。人生の1ページに刻めるほどの経験だね。とにかく確かにまだ拠点にはたどり着けていないの。ここ数日本当についていないわ。なんだか不思議な力が私たちを邪魔しているような感じね。幸いジェラードには基礎的な体力トレーニングをやらせるため事前に彼を安全なエリアに送っておいたからよかったものの。ごめん、全部俺のせいだ。俺は運が悪くてそばにいるみんなにも伝染しちまうんだ。余計なトラブルや面倒をかけて本当にすまない。はぁ、なんて言えばいいかわからないが、これが運命の力ってやつなのかもな。しかも多分みんなが。ああ、確かに。そうだぞ、お前のそれはもうとっくに慣れてるんだ。それにオイラたちも運がいいってわけじゃない。そうか、お前たちの方が俺よりよっぽど運がいいと思うけどな。ならこうしよう。オイラの運気を少しお前に分けてやる。私のも分けてあげる。まあここ数日は私もあまり運が良くなかったけどね。みんなよし、みんなの運気があればきっと下山できる。うん、きっと大丈夫。宝探しのカラスマークで確かめてみよう。よし、裏面、俺の考えと真逆だ。それって運勢も占えるのか。なんで外れたのに喜んでるんだよ。表と裏があって、半々の確率で当たりと外れがある。運気の本質は確率だ。つまり不幸な部分を使い果たせば残りの部分は全部運がいいってことになるだろ。例えばカラスマークの表裏を当てるのに失敗したってことは不幸を消耗したってことだ。そうすれば後に起こる物事はいいことになる確率が上がる。もうえい、こいつの言ってることデタラメだよな。ちゃんと突っ込めよ。みんな、さっきカラスマークの表裏を外したから今度こそ無事拠点に戻れると思うぜ。まさか。試してみよう。この道で間違いないんだな。お尻が痛い。なんでこんなところに砕けた氷があるんだよ。実に不思議だ。
まるで不幸の奇跡。私普段こういうのは信じないけれど、ベネットは本当にすごいわね。アンバー、もし今後ベネットと組むような仕事をするとき、こんな状況にあっても軽率に動かないで私の支援を待ちなさい。わかった。そう言われると確かにちょっと疲れたかな。山道って歩くだけでも体力を消耗するんだよね。みんな疲れているのなら僕の拠点で休むといい。おいらも眠いぞ。あったかいスープを飲んでぐっすり眠りたい。急に眠くなってきた。このままだとアンバーが雪の上で寝てしまうわ。みんな急いで、下山する前にアルベドの拠点で少し休みましょう。ここだ、自由に座るといい。ふん、拠点に人数分の椅子がないことを忘れていた。少し待っててくれ。何してるんだ？絵を描いてるのか？お絵描きだ。椅子を描いているわ。待って、まさか描いた後に錬金術で実物にできるの？そんなことが可能なわけ？僕の絵は一種の設計図とみなすことができる。錬金術を使えば製造過程を省けるし、とても簡単な技術さ。数々の研究と実験をすれば、この技術を駆使して生物の創造をすることさえできる。椅子が作れるんなら背もたれ付きのやつをリクエストしてもいいか？問題ない。背もたれ付きの椅子が欲しいのは何人だい？俺。私も背もたれ付きの椅子でお願い。じゃあオイラも。だとしてもお前と長椅子を取り合いっこするよりマシだろ。はん。マジかよ、本当に椅子を作り出した。すごく便利だな。ここに住みたいくらいだ。その必要があるのなら今晩ここに泊まってくれても構わない。夕食にはまだ時間がある。みんな少し休むといい。僕はかまどの火を見てくる。アルベドにばかり任せちゃ悪いよ。私も手伝う。ううん、手伝わせて。もう少し待っていてくれ。夕食にはまだ準備が必要だ。まさか君がそんなに絵の具に興味があったとはね。昔雪の花びらの質感を再現するために無氷花を粉状にして白の絵の具に混ぜたことがある。とても満足のいく効果を得られたが、保管には注意が必要だ。もし試してみたいのなら僕が付き合うよ。たとえ僕であっても雪山にある脅威を全て把握しているわけじゃない。だが僕は君を守るために全力を尽くす。僕を信じてほしい。ふん、何も問題ないと答えたいが、君は僕の大切な友人だ。誠実に向き合うべき相手でもある。近頃僕はある問題を考えている。例えば生命や創造についてだ。しかし基本的な結論を出す前に君との議論を急ぐことは君に迷惑をかけてしまうと僕は思う。だから自分の中で整理がついてから君に話そう。悪いが理解してくれると助かる。心配はいらない。こうしてみんなで談話する機会は僕にとっても貴重なものなんだ。僕が会話に深く参加しない理由は個人的な習慣に過ぎない。正確に言うと僕はこの雰囲気を楽しんでいる。
君が分かってくれればそれでいい。もちろん君が僕ともっと話がしたいのならそれも構わないが、この拠点は名目上僕が利用しているところだが、かしこまらず気軽にくつろいでくれ。もう少し待っていてくれ。夕食にはまだ準備が必要だ。もうほとんどできているよ。旅人、焚き木に火をつけた後、みんなを呼んできてくれ。よし、できた。これでほとんど完成したな。みんな、晩ご飯だぞ。モンド城で人気のメニューを数品作った。鹿狩りとは比べ物にならないが、空腹を満たすには十分だろう。遠慮せずに食べるといい。ふわ、いい香りだ。じゃあ遠慮なく。待って、その野菜炒め私にもちょっと残してって話を聞きなさい。うまかった。お腹いっぱいだぜ。アルベドってほんと謙虚だよな。どれもレストランに引けを取らない出来だったぞ。錬金術師って料理もうまいのか。そうなのかもしれないわね。だよな、オイラもそう思ってたんだ。ほら、フラスコを持つ時の手ってすごく安定してるだろ。だから料理の時も塩とか胡椒のさじ加減が絶妙なんだと思うぜ。なるほど、確かに筋が通ってるね。腹いっぱいになったら眠くなってきたぜ。ベネット、座ったまま寝ちゃったの？きっと疲れてたんだね。眠っている時の姿勢も警戒を解いていない。やるわね。ぐっすり眠ってるな。寝言とか言ったりするのかな。うーん、親父、リンゴはいらねえって。俺は人参とお肉のハニーソテー、それと漁師トーストが食いたいんだ。人参とお肉のハニーソテー。アンバ、君の好きな料理だったわよね。そうだよ、私は鹿狩りの人参とお肉のハニーソテーが大好きなの。旅人、知ってた？私ね、エウルアと初めて会ったばかりの頃、いつもエウルアを鹿狩りに誘ってたの。そしたらサラさんがね、何も聞かなくても私たちの注文するメニューを作ってくれるようになったんだ。いつも同じものを注文するから全部覚えちゃったんだって。しかもサラさんたら、モンド城のみんなが私たちみたいな注文の仕方をしてくれたらいいのにって言ってた。そうすればみんなの好きなメニューを覚えるだけでいいから仕事が楽になるって。いつも一緒にご飯を食べてるのか。仲良しなんだな。オイラもいつもこいつとご飯を食べてるし、そういうのが友情の証なのかもな。ただ一緒に食事をするだけのことよ。感情的な問題の説明にはならないわ。一度きりではなく何度も一緒に食事したのだろう。ならそこにはやはり何かしらの感情があるんじゃないかな。オイラ分かったぞ。エウルアって何か認めたくないとき、顎を上げるか両手を腰に当てるよな。みんな気づいてたんだ。エウルアの癖ってやっぱり分かりやすかったんだね。もう休憩時間なら自由行動に移ってもいいわよね。それじゃあ私は氷の湖に行ってくるから、これで失礼するわ。こんなに遅くに冷水風呂に行くの？待てよ。君はもう寝るんじゃなかったの？ここに残って休みなさい。
やっぱりエウルアに付き合うよ。もう夜も遅いし、あたりだって暗いでしょ。道を探すのだって私の方がうまいから、一緒に行った方がいいって。リーズイブロー、すごいな。こんなに大きな焼き肉。親父、俺はいいって。俺はもう冒険団の団長なんだ。ベネットのやつ、寝言が多いな。よし、これでオイラたちも自由時間だ。二人とも、絵を描く時間だ。何を描くか決めたかい？聞かなくても、きっと最高の仲間であるオイラだろうな。うん。だが場所を変えた方がいい。ここに残っていると、ベネットを邪魔してしまうかもしれない。外に行こう。いいぞ。画板と画用紙、それから筆と絵の具、どれも忘れるなよ。はい。それじゃ、ここで絵を描こう。オイラが優雅なポーズを取るから、それを参考にするといいぞ。おい、なんだよその顔。オイラを疑ってないで、早くオイラのいいところを絵に描けよ。オイラ、その絵を家に飾るつもりなんだぞ。やる気があるのはいいことだ。君の作品を期待しているよ。オイラは普段どんな感じなんだ？ねえ、オイラそんな風に映ってたのかよ。まあいいか。とりあえず他の部分も描き終えよう。次は体だな。ほら早く、お前の思うオイラを描いてくれ。なんか喜べそうにない作品になりそうだ。ちょっと緊張してきたぞ。どれどれ。うわ、なんだよこれ。お前もうなんて言ったらいいんだよ。線は滑らかで構図もプロ並みだけど、なんでオイラはそんなにバカっぽく描くんだよ。滑らか、プロ並み。それにこの目、普通なのに魂がこもってない。旅人、君は昔どこかで美術関連の教育を受けたことがあるのかい？え、じゃあ心の底からオイラをそんな風に描いたってことかよ。特別。オイラってお前の目にそんなに可愛く映ってたのか。それでもちょっと納得いかないけど、反論できない。なるほど。パイモンがこの絵を理想的だと思わないのなら、僕が少し修正してあげよう。旅人、君はどう思う？完成だ。パイモン、これでいいかい？これは、完全に書き直されてる。こんなに美しいオイラ、本当にオイラなのか？芸術的加工は、美術において重要な構成でもある。この言葉の意味は、君が絵と違うということではなく、
君の異なるスタイルの美を表しているということなんだ。絵の土台となる根源は君だ。だからパイモン、安心してこの絵を受け取り、好きな場所に飾るといい。おはー、ありがとうアルベド。僕はただ些細な工夫をしたに過ぎない。礼なら旅人に言うといい。確かに書き直したと言っても過言ではないが。ん、見れば見るほど好きになるぜ。やったー、これでオイラもついに自分の肖像画を手に入れたぞ。今度これを持ってみんなに自慢しようっと。いいんだ、今度機会があれば君の絵も描こう。記念に家の中に飾るといい。こんな大勢の人が僕の拠点に客人として来ることは滅多にない。賑やかで少しうるさいくらいだが嫌いじゃない。雪山ではこの賑やかさは本当に希少だからね。夜が明けたな、みんなと合流しようぜ。いや、おはよう。昨日は本当によく眠れた。あんたたちはしっかり休めた？普段通り悪くなかったわ。日中は日差しも明るいから山道も歩きやすくなる。今のうちに麓の拠点に戻ろう。よし行こう。早く着いたらみんなで昼ご飯が食べられるかもな。さっき拠点でまたカラスマークを投げたんだが外れだったぜ。悪い運気を消耗したから今日は無事に山を降りられるってことだね。おう、そういうことだ。今回はきっといけるさ。おはん、あ、まずい、雪崩だ。避けろ。旅人、パイモン、大丈夫？怪我はない？オイラは大丈夫だ。うん、よかった。私は腕にかすり傷を負っただけだから平気。平気よ。それよりも、あの二人が見当たらないわ。おそらく雪崩に巻き込まれて崖の下まで落ちてしまったようね。落ちた？大丈夫かな。彼らの実力なら命に危険はないはずよ。でももし石や氷雪にぶつかってこんな寒いところで気絶してしまっていたら、一刻も早く助けに向かいましょう。行こう、今すぐ。おう。するわ。ベネット、お前か？みんな、俺はここだ。大丈夫か？怪我はないか？今確かめてみる。頭がクラクラするけど、体は痛くない。怪我はしてないと思う。無事でよかった。本当に心配したよ。めまいがするのなら、少し休憩した方がいいわ。平気平気。
この程度のことにはいつも遭遇してるから大丈夫だ。ありがとな。そうだ、アルベドはお前たちと一緒じゃないのか？アルベドはお前と一緒に崖に落ちたはずなんだけど、まだ見つかってないんだ。ベネットが見つかったのならアルベドも近くにいるはず。あたりを探してみましょう。うん。彼の姿は見当たらなかったわ。こっちにもいなかったぜ。おかしいな、オイラたちもだ。一体どこに行ったんだ。みんな、あ、アルベド、大丈夫か？問題ない。やっとみんな揃ったわね。みんな、俺思ったんだけど、俺がいたからこんな雪崩が発生したのかもしれない。カラスマークの表裏で運勢を判断するのってやっぱりダメだったみたいだな。道理でみんな俺と一緒に冒険したくないわけだ。はあ、みんな本当にごめん。そんなこと言わないで。私も別に運がいい方じゃないわ。これ式のアクシデントを君のせいにするつもりはない。そうだよ。それに雪山はもともととっても危険なところだし、雪山で雪崩に遭うのだっておかしなことじゃないよ。運が悪いのは関係ないって。旅人、どうしたの？どうしたんだ、顔色が悪いぞ。あ、もしかしてお前も頭を打ったのか？ふぅ。みんな災難に見舞われてしまったが、引き続き前に進もう。なんだか雪山が以前よりも危険に感じるわ。気のせいだといいんだけど。今は一刻も早く麓に行き、冒険者たちと合流することね。万が一また危険な目に遭っても、みんなと一緒なら対処できるわ。うん、みんな足元と頭上に気をつけながら慎重に前に進もう。方向も間違ってない。もうすぐ麓にたどり着けるはずだよ。勝利はすぐ目の前だ。やったな。拠点に着いたらあったかいスープを飲んで焼肉を食べるぞ。みんな無事にたどり着けますように。もう事故は勘弁してくれ。おい、どうしたんだ？さっきからぼーっとしてるけど。何かがおかしい？うん。お腹が空いたのか、それとも体が冷えたのか。はっ、オイラがお前の頭に抱きつけば少しはあったかくなるか。こんなに長く雪山にいるなんてめったにないな。寒いけど、本当にいい景色だよね。エウルアもそうだと思わない？エウルア？ほら、
ごめんなさい、聞いていなかったわ。何か言ったかしら。昔雪山へエウルアを探しに来た時はいつも決まった場所だったでしょ。でも実際ここは私の想像よりも広くて風景も美しい場所だった。気温がもう少し高くてもう少し安全だったらきっと多くの人がここに遊びに来てたと思うな。そうね、人々はいつも寒さを恐れ危険を回避するけど、表層がただの表面であることを知らない。氷の下に隠されているものは慎重に見極める必要があるの。アルベド、ここが山を降りる道なの？ああ、この辺りは道が複数あるみたいだな。あ、でもさっき頭をぶつけたからかまだフラフラしてて。こっちの道でいいのか？合ってるかどうか正直自信ないが。私もまだ頭がクラクラする。なんだか目が回ってる感じ。もしかしたらお腹が空いたからかも。どちらでも構わない。そっちと比べるとこっちの道は隠れた場所にあるが距離が短い。今日はみんな疲れている。近道をした方がいいだろう。ついてくるといい。待って、みんな、ベネットとアンバーの顔色が悪いから少し休憩してもいいかしら。具合が良くなってから出発しましょう。そう言われれば。え？私？さっき混乱した状況の中頭をぶつけていたわね。気づいてたんだでもこんな些細なことでみんなに迷惑をかけて大丈夫かな。大丈夫、体の方が大事だ。うん、ごめんね。ありがとう。みんなありがとな。ふん。めまいがするときは水を飲むと少し楽になるんだ。それと横になるのも効果的だぜ。ありがとうベネット、こういうのに詳しいんだね日常生活からの贈り物ってやつかな。ベネットもめまいがしていたんでしょ。二人とも強がっていないで休憩しなさい。出発はその後でいいわエウルアって冷たく見えるけど友達のことを気にかけるときって誰よりも真剣だよね。エウルアのそんな表情を見ると私、おお、にらまないでよ。旅人、顔色が悪いけど何か考え事？長く戦い続けてきたものの直感ってやつかしら。私もなんだかおかしな感じがするわ。何かが変わったような気がする。でも確信はできないし確証もない。これらの推測を安易に口に出すわけにはいかないわ。君も同じようなことを考えているはず。旅人、私思ったんだけど、君は、Thank you.
まだ終わっていない。みんな怪我はないかい？大丈夫。でも状況を説明してくれる？私何がなんだか。この魔物、前に私が遭遇したものよね。ああ、君の考えたように、あれは極めて稀な変異トリックフラワーだ。でもトリックフラワーって人に化けられるのか？普通は不可能だ。しかしここはドラゴンスパイン、状況が少し特殊でね。おそらくこの土地に蓄積された魔竜の血が地脈を通って魔物に伝わり、急速な変異をもたらしたのだろう。そんなことあるのか？この雪山には魔竜ドゥリンの死体が眠っている。もし想像を超えた生命現象がこの大陸のどこかに現れるとしたら、それはおそらくここだろう。ドゥリンは人によって創造された奇跡の生命体。その存在は無数の可能性を証明した。だから僕たちがいるこの雪山も、その本質は生命の神秘の巣窟、広大で恐ろしい温床だよ。どうやらあの雪崩もこの偽物が起こしたものみたいね。ああ、君たちが下山途中で遭遇した数々のトラブルもこれの仕業かもしれない。おそらく。あ、そんなこともあったね。忘れてたよ。可能性がないとは言い切れない。だけど目的は何？私たちを殺すため？うん、その点について僕に初歩的な推測がある。トリックフラワーは擬態を得意とする生物だ。普段野外で遭遇するトリックフラワーも常に擬態した本体の周辺に現れる。つまりそれらの本能には原型に近づき原型に変わるという意識があるのかもしれない。植物に偽装する場合、その植物に姿を変えることで群れに入り自身の正体を隠す。擬態された植物はそれに気づくこともなく抗うこともできない。しかし人間に偽装する場合は。お前にとって変わってオイラたちに加わろうとしたのか？ああ、雪崩を引き起こしたのは僕たちを片付けるためかもしれない。僕はその可能性を事前に予測し、雪崩を利用して身を隠した。そいつをおびき出すためにね。奴はずっと僕たちを観察していた。僕が消えたのを見計らい、すぐに僕に変わろうとしたのだろう。この時点で偽装は完了し、その後は獲物を狩ることに専念する。うん、確かにトリックフラワーの習性に合ってる。奴がジョエルに近づいて攻撃したのはまさか演習だったの？おそらくそうだろう。もしくは奴は人間に擬態するのが面白いことだと気づき、人になる感覚を体験したかったのかもしれない。幸いなことにすぐに気づけたわ。そういえばアルベド以外でいち早く異変に気づいていたのは旅人よね。旅人、君はどうやって僕と偽物の判断をしたんだい？俺も聞きたいぜ。俺はあれが偽物だって全然わからなかった。見た感じ全く一緒だったぞ。なるほど、やはり人間に擬態するのは非常に難しいようだ。この変異トリックフラワーは原型に限りなく近づいていたが、それでも細部を見逃していた。信じられない。雪山にこんな恐ろしい可能性が潜んでいたなんて。何はともあれ、
勝利したのは俺たちだ。どうやら俺の方法が効いたらしいな。先に悪い運を消耗すれば幸運がやってくれ。それはもし山から落ちても怪我がなかったことを指しているのなら、それは僕が裏で君を守ったからだ。え？ああ、俺はそれも一種の幸運だと思ってるぜ。そう思うのも悪くはない。では、少し遅れてしまったが、引き続き前に進もう。おう、行こうぜ。サイリウスさんはいないみたい。多分山の上に行ったんだと思う。ここで待とう。アンバ、具合は良くなったの？うん、私は大丈夫。心配しないで。今回は本当にお前たちのおかげだ。お前たちがいなかったら、俺はまだ檻に閉じ込められていたかもしれない。みんなに感謝の気持ちとして何か送りたいんだが、まだいいものが思いつかなくて。ベネットの体質からして、これまでもいい人にはかなり会ってきたはずだろ。もうみんなからの善意には慣れてるもんかと思ったぜ。そう言うなって。人からもらった恩は何度経験しようとしっかり心の中に刻んでるんだ。みんなが面倒を見てくれるからといってそれを当たり前だと考えちゃいけないからな。その感謝の気持ちを他の人への助けにするのはどうだい？君もきっと助けが必要な人に出会ったことがあるだろう。彼らに手を差し伸べれば善意の伝達にもなる。おう、その通りだな。俺はずっとそれをやってきた。これからも続けていくつもりだぜ。そうだな、サイリウスさんが戻ってきたら俺も手伝うぜ。はあ、なんだか今日はいろいろなことがあったわね。そうだね、落ち着いたら急に疲れてきちゃった。私は少し休むわ。みんなしばらく失礼するわね。私も水を飲んで、あと果物を食べてくる。休憩が終わったら教官も務めないと。こいつらが下山できない呪いもこれで解けたな。なんだか一大事を成し遂げた感じがするぞ。オイラたちも休憩して話でもしようぜ。だったら僕と一緒に来てくれ。感づいていたのかい？では行こう。うえ、また拠点に行くのか？ここで話さないのか？わかったよ、お前たちに付き合うよ。うん、では今から出発だ。いいかい？君たちをまたここに呼び出してすまない。この話は人が少ない場所でしか話せないんだ。さっきの偽物に関する話か？ああ、旅人、君が僕とあの偽物の違いに気づいたことについて僕は正直驚いている。ああ、この印が全ての始まりだったのかもしれない。おお、その一言を聞くと一気に物語を語る雰囲気になるよな。いい感じだ。うん、僕がこれから話す内容は確かに絵本の中の物語と同じかもしれない。このひし形の印について君たちは何だと思う？入れ墨か、それとも紋章？合ってるか？いや、これは僕の人間としての欠陥を意味するんだ。君たちはガラス製品を見たことがあるかい？ガラス関連の人工製造技術の中に吹きガラスと呼ばれる技法がある。吹きガラス技法はテイワットでは流行していない。そのためこの技法によって製造されたガラス製品はどれも高価な値段で売られている。吹きガラス、その名の通り
空気を注入する開口部が必要だ。風船を膨らませるときと同じようにね。それが原因で、こういったガラス製品には稀に仕上げ時に残った隙間が存在している。この隙間こそ人工製造の痕跡なんだ。なんだか不思議だな。とても奇妙で美しい工芸品だよ。アリスさんはこう言っていた。こうした手芸による痕跡は人工技法の大切な部分であると同時に、完璧な芸術作品において唯一の欠陥でもある。この印もそれと似たようなものだ。人工生命と自然生命の違いは生命力の流れる方向の違いにある。自然生命の力は内側から外側へ流れる。花は縮こまった状態から咲き、葉は曲がった状態から広がる。だからこそ僕たちが花を見たとき、咲いたという単語を使うんだ。そして人工生命を創造することは、ある意味で外側から内側へ力を投入することなんだ。胚子は最終的に生命力の接続口を獲得する。ガラス製品の仕上げ時に残される点のようにね。錬金剤の雫を落とした瞬間に各方向へ広がり、巧妙にこの菱形を構築したのさ。そうやってできたものだったのか。このような想像によってもたらされた痕跡は、僕の人間としての不完全さの証明でもある。あの偽物は自身が不完全なものになるのを避けるため、わざとこの印を避けたのだろう。君は他のものとは根本的に異なる。君と秘密を共有してもそれほど心配する必要はない。パイモンの言う通り、これは全てがまるで物語のような話だ。他人に告げても設定の凝った小説としか思われないだろう。人間は超越と奇跡を渇望するだけでなく、平凡や普通への追求も我々の想像をはるかに超えているものだ。自らと全く異なる物事は物語の中にのみ存在する方がいい。そう考えることで気持ちも楽になるのだろう。言い換えれば、近頃起きたこれらの不思議な出来事はどれも秀逸な小説の題材となり得る。そういえば僕には普段小説を書いている友人がいる。彼に書かせればこの物語はより凝ったものになるかもしれない。物語を作るならオイラでもできるぞ。そうかい。パイモンにそのような才能があったなんて気づかなかったよ。ふふん、オイラはテイワット一のガイドなんだ。物語を作って話すのなんて朝飯前だぞ。それなら物語作りのコンテストでも開催しようか。素材はここ数日起きた出来事から取るといい。いいぞ。でもオイラたちまだ冒険者協会の手伝いが。創作は急ぐべきことではない。ゆっくりと考えてインスピレーションが湧いた時にまた来るといい。その時は誰の考えた物語が一番面白いか勝負だ。おう。じゃあオイラたちは冒険者協会に戻るぞ。あ、物語、確かに事前に思いつくべきだった。竜の腹には師匠が作った失敗作があった。それが物語の原点。もし僕たちの立場が逆転し、当時生き残ったのが君だったら、僕は放棄された実験品として、原初の人間計画の失敗者として君に取って代わろうとするだろう。自らの姿を君に変え、君の錬金術を学び、奇跡の生物を創造して注意をそらす。そして隙を見つけ、唯一秘密を見破れる旅人
排除しようとするだろう。そうすれば僕はこの世に生まれた喜びを取り戻せる。アルベド旅人パイモン、どうやら物語は思いついたらしいね。そうだぞ。お前はもう少し時間が必要か。いや、僕もすでに思いついている。先着順でオイラが先に言うぞ。いいよ、構わない。じゃあ始めるぞ。昔々あるところに邪悪な学者がいて、山の上でトリックフラワーを改造していました。それらのトリックフラワーは痛みを抱えながら人間の姿になり、参道の脇で通行人を待ち構えていました。誰かに尋ねられるとそれらは相手にこう質問をします。私は誰？あなたは誰？もし答えを間違えれば、わーという声とともに食べられてしまうのです。うん、怖いね。なんだよ、全然怖がってないじゃないか。オイラのダメ出しするなよ。不満なら自分で考えればいいだろ。つまり加害者であるトリックフラワーが被害者に完全に取って代わるということだね。じゃあトリックフラワーが城内に入るのか。一般人の姿で家に帰ってそいつの家族を全員食べちゃう。オイラが始めた話なのに自分でも怖いって思えてきたぞ。悪くない物語だ。記録してもいいかい？今度誰かと雑談するとき使えるかもしれない。脅かすために使うのか。ああ、意地悪なやつだな。僕の物語は君のよりも少し長いものだ。話はとある錬金術師から始まる。偉大なる錬金術師はホムンクルス1号を創造した。1号は彼女の誇りとともに一般人に完璧に紛れ込んだ。自分たちのそばにいる友人が人造人間だとは誰も思わなかっただろう。しかし一言は知らなかった。彼が生まれるまで錬金術師が幾度も実験を繰り返していたことを。失敗した欠陥品は放棄されたのだが、彼は死んでいなかった。失敗作2号は巨竜の腹の中に飲み込まれ、竜と共に雪山に残った。何年も後に神秘的な竜の力によって目覚めるまで、彼は雪山で様々な人を見た。そしてその人々と溶け込む1号のことも2号は思いもしなかった。彼らのような実験品が全ての人の目を完璧に騙せていることを。人々は1号を友人として受け入れ、親しみを込めて彼の名前を呼んでいた。それこそが2号の望んでいたものだった。だからこそ2号は1号に取って代わろうとした。その幸せなものになるために。おいら、なんか急に寒くなってきたぞ。怖い。2号は自身の計画を練った。1号の書籍とノートを盗み、1号が錬金術師から受け継いだ知識を研究した。彼は賢く驚異的なスピードで学んでいった。その後彼は自身の元の顔を変え、1号と完全に同じ姿となる。それから擬態能力のある雪山植物を発見すると、
流血と錬金術を持って改造した。2号は自身を1号と全く同じ姿にし、さらには3つ目の個体3号を作り出した。はい、3つ目。しかし1号との間には違いがあった。2号は正真正銘の完璧なものになりたかったんだ。そのため彼は自身と3号の首から血管の印を消した。僕が思うに、印を消したのは無意識の行動だったのかもしれない。彼は完璧なものになりたいと渇望するあまり忘れていたのだろう。人間とは本来不完全であることで鮮やかな活気を放つということ。2号の計画は綿密なものだった。3号が注意を引き、1号が3号を片付けるのを待つ。そうすれば脅威が去ったと勘違いした1号はきっと隙を見せるだろう。1号が一人になった時こそ2号が動く絶好の機会。1号を排除すれば彼は唯一の存在になれる。彼は知らず知らずのうちに全ての人の記憶に存在する1号に取って代わるだろう。1号の身分、住居、衣服、宝剣、名前、そして友人さえも。しかし人々は知らない。昨日と今日で会ったのが別人だということに。怖いぞ。おいら、もう人を信じるのをやめよう。だが2号の計画が実行される前に、とある特別な見知らぬ者が現れた。2号はその者との接触を試みたが、その者が自分と1号の違いをかすかに感じ取れることに気づく。こっくり。どうしたのかな？怖いのかい？その後は、その見知らぬ奴はどうなったんだよ？もちろん、2号の計画の一環に加えられた。2号にとって排除すべきものがもう一人増えたことになる。庭にある三つのバラのように、見た目は全く同じだが、三つの中の一つだけが毒のない良質品で、残りの二つが毒のある劣等品。そしてこの世界において、それらの世話をする庭師のみが、どれが良質品かを見極めることができる。人々は毒を持つ植物を嫌う。そのため、完璧なバラのみが高価で売れるんだ。劣等品は自身に価値がない事実を隠すため、毒で庭師を排除しようとする。2号もそう考えていた。だから暗闇に隠れてじっと待った。もう少しすればチャンスが訪れる。正真正銘の人間になるチャンスが。なんか暗い物語だな。その後はどうなったんだ？2号は成功したのか？え、おいらもう考えるのも怖いぞ。物語はあくまでも物語だ。本当のことにはならない。2号はこの物語で成功することができなかった。だが雪山では君たちも警戒を怠ってはならない。ドゥリンの力と血肉によって変異したものは、同じくレインドットの創造物とも言える。僕と何ら変わりはない。君たちも、そういった化け物には気をつけるんだ。そう言ってくれて嬉しいよ。いいんだ。僕は自分の素性を分かっている。お互いに、このテイワット大陸では異質な存在だ。僕は君の前なら本当の自分を隠す必要はないと思っている。ただ時に錬金術がこのように偉大な学問であることを思うと、
どうしようもなく無力に感じる時がある。大地に足を踏み入れる生命の一つとして、運命の掌握を渇望し、創造を渇望する我々は一体どれほど傲慢なのだろう。旅人、創造とは傲慢な行いなのだろうか。もし違うのなら、僕たちはなぜ、僕たちを支配し創造するものを神と呼ぶのだろう。もし違っていないのなら、僕たちは一体何の資格があって創造者などと主張するのか。僕たちの畏敬と尊重の念は一体どの程度まで持つべきで、どのように使えばいいんだい。別段特別な感覚はなかった。だがたまにこのことを思い出すと少し悲しく感じる。アルベド、旅人、ここにいるの？あれ、アンバーの声だ。やっぱりここにいたのね。旅人、私たちサイリウスさんに言われてきたの。麓の拠点で大事なことがあるから、あんたもそこに行って。ウィンターキャンプもそろそろ終わりを迎えるわ。名目上の教官であってもきちんと配置につかないと。じゃあ行ってくる。アルベド、またな。ああ、行ってくるといい。僕はまだここで用事がある。今回は下山に付き合えない。大丈夫、ここ最近は下山もとても順調だよ。それじゃ準備ができたら出発しましょう。拠点の人たちを待たせたら悪いわ。あれ、この人。私から紹介するね。この方はジョセフさんで、ジョエルのお父さんだよ。お父さん、この人がさっき話した旅人さんだよ。僕のためにいろいろ手伝ってくれたんだ。雪だるまも一緒に作ってくれたんだよ。ジョエルから話は聞いたよ。本当にありがとう。そうだな、本当によかった。待てよ、なんでサイリス会長がこっそり涙を流してるんだ。それにパラドもいる。今回はパラドのおかげなの。パラド、自分から話して。あれは天気のいい日だった。俺はなんだか運気が上がりそうな予感がして、自分の理念を信じ危険な場所に向かったんだ。危険な場所にはお宝があると考えたからな。なんだか出だしから妄想じみてるな。だけどグループから離れてまだ少ししか経っていないというのに、うっかり足を踏み外して崖から転がり落ちてしまった。うわ、もしかして俺と山の上で会ったから悪い運が移ったんじゃ。俺は普段なら行かないような場所まで転がった。しかも怪我をしてしまって、自分の運の悪さを嘆いたよ。でもその後音を聞いて駆けつけてきたジョセフさんに会ったんだ。え？あ、思いもよらない結果に。俺は最初彼をイベントに参加しに来た冒険者協会の人だと思ったんだ。けど話をしていくうちに、彼が多くのことを覚えてないことと自分の名前すら知らないことに気づいた。だけど雪山は寒すぎて、そんな細かいことを考えてる余裕がなかった。だから話は拠点に戻ってからにしようって彼に伝えたんだ。拠点に戻るとジョエルの姿が見えた。ジョエルが彼を見るとまるで凍りついたかのように固まって、それから大声でこう叫んだ。お父さんと。彼はその時にいろんなことを思い出したらしい。今でもまだ記憶が完全に復活していないが、ジョエルや妻のことは、この二人だけは絶対に忘れはしない。お父さん。ジョエル、お父さんはここだよ。ジョセフさん、本当に他のことを思い出せないのか。イノシシプリンセス、それと雪山で餌をあげ
た狐たち。すまない。その他は覚えがない。頭に怪我を負ったせいかもしれない。だがそれすらもわからない。私が目を覚ました時、体中血まみれだった。荷物もなくしてしまい、身分を証明するものもない。仕方なく洞窟に入り、落ち着いてゆっくりと怪我が治るのを待ったよ。足の怪我が良くなってからは狩りの本能を頼りに生き延びてきた。お父さん、本当に心配したんだよ。大丈夫だジョエル、泣くな。お父さんはもうどこにも行かない。ずっとお前のそばにいる。よかったな、本当によかった。そういえば俺は山でベネットに会ってから運が悪くなったんだ。それは俺も分かってる。はあ、俺は本当に。いや、そうじゃなくて、俺が言いたいのは、それがなかったらこんな広い雪山の中でジョセフさんに会えなかったって言ってるんだ。それに俺たちは無事に帰ってこれただろ。だから自分を責めないでくれ。運も極限まで悪くなれば奇跡を引き起こすかもしれないってことだよ。バラド。お前ってやつはいつからそんな口が上手になったんだ。え、そうかな。本当のことを言っただけだけど。あ、そうだ、僕旅人のお兄さんとサイレスおじさん、それからエウラお姉ちゃんとアンバお姉ちゃんにお礼を言わなきゃ。僕と一緒にいてくれてありがとう。僕みんなといた時間をずっと大切にする。でも雪だるまは雪山を離れたら溶けちゃうよね。連れていけない。残念だな。それなら私に方法があるわ。ちょっと待ってて。え、エウルは？これでよし。ジュエル、これを受け取って。これは献氷の粉よ。これを君の雪だるまに加えれば永遠に溶けることはないわ。はあ、本当すごいよ。エウルアお姉ちゃん本当にすごい。お父さん、僕溶けない雪だるまを手に入れたよ。やった。本当に皆さんにはどう感謝を伝えればいいか。皆さん本当にありがとう。お父さん、一緒に雪だるまを運ぼうよ、今すぐ。ああ、いいよ。それでは皆さん、私はジョエルに付き添います。また今度。よかったよかった。俺とパラドも冒険途中の規律問題について話し合ってくる。え、サイレス会長、俺は手柄を立てたから今回は見逃して。みんな、じゃあな。そうだ、君とアンバーにもこれを作ったから受け取ってちょうだい。冬の記念品と思って取っておくといいわ。本当にいいの？これってエウラーにとってとても重要なものなんでしょ？アンバー、こんな時はそんなこと言わないの。わあ、これでオイラたちの雪だるまも溶けないな。やったぜ。遠慮しないで。それときちんと保管しておきなさいよ。それじゃあ私とアンバーはまだ処理することがあるから先に失礼するわ。おう、またな。行っちゃったな。なんだかみんなやることがあるみたいだ。あ、そういえばオイラたちこんなに長く雪山にいたのに、果物をジュースにして新鮮なままにできる装置をアルベドに作ってもらうのを忘れてた。うーん、やっぱりティマイオスに何とかしてもらうか。あいつはお人よしだからな。旅人にパイモン、どうしたんだ？ちょっと待って、その何かを企んでるような表情。まさかまだあのおかしな要求のことを考えてるんじゃないだろうね。
ティマイオス、オイラたちを手伝ってくれるよな。旅人がいらないって言ってるんだからいらないだろう。だってそれ本当におかしなものなんだぞ。いやだ、あれがないとオイラの夕暮れの実がダメになっちゃうぞ。でもこんなものを研究する時間があったら君のために10回は果物を取れるよ。どんなものを研究するんだい。また会ったね、アルベド先生。ちょうどいいところに。果物をジュースにできて、かつ果物を新鮮な状態で保てる機械が欲しいと言われまして。そんなものを。すごく重要なことなんだ。これが発明できたらもう果物が腐るのを心配しなくてもいいんだぞ。そんなのありえないって。果物をジュースに変えるのは難しくないが、新鮮さを保つのが難点だ。果物を腐らせないようにするだけなら方法はいくつもある。そうだろ、旅人。首？どうしたんだい。僕の首に何かあるのかい。その表情、まるで僕が悪質ないたずらでもしたかのようだね。アルベド、さっき言った果物を腐らせないようにする方法ってなんだ。例えば果物を雪山にある溶けない雪の中に埋める。それじゃあ食べられないじゃないか。雪山に住むといい。いやいや、オイラ寒いのが苦手で。もしくは果物を僕に渡して僕が雪山に持っていく。だけど君は寒がりだから他の人に果物を取りに来てもらうしかない。どうやら君がやってあげるしかないようだ、旅人。それだったらなんだかいけそうな気がする。じゃあそうしようぜ。果物を雪山に埋めれば確かに日持ちするようになる。だが発芽して木になる可能性もないとは言えない。もしかすると今度君が来た時はその夕暮れの実が果樹園になっているかもしれない。それらの木に水や肥料を与え、実がなれば新しい夕暮れの実を手に入れられる。そうかい。僕は庭師になるのも悪くないと思うが。アルベド、なんでオイラの超甘い夕暮れの実を狙ってるんだよ。おや、そんなに気になるのかい。あれはせっかく見つけたすっごくすっごく甘い夕暮れの実なんだぞ。お前に渡すもんか。ふん、ただの夕暮れの実じゃないか。君は果物をたくさん持っていないからそのようなことを気にしてしまうんだ。もし懐にたくさん持っていて心が満たされていれば簡単にそのような感情に陥ることはない。え、そうなのか。雪山は気温が低い。普通の果物の木がここで生存するのは難しいだろう。だがもしいつか雪山に花園や果樹園ができたら人々が雪山に近づく理由も増えるだろう。もしかすれば生命こそ
人を引きつける根本なのかもしれない。生命は様々な予期しない形で様々な不思議な環境に存在する。神秘的で粘り強く、それこそが生命の究極たるところなのだろう。